やっぱりシオニャンは神だな。ああ、最高だ。そうだ、ガクト。もしかしてこういうのをバブミというのか？いやいや、それは違うな。シオニャンのバブミじゃない、もっと神々しい何かだ。そうか、やはり奥が深いな。俺は二次元専門、三次元の女は塵に等しいと思っていたが、三次元もいいものだな。アイドルは素晴らしい。バーカ、素晴らしいのはシオニャンだぜ。クレイトンさんですけど、結局リベレーターズで保護するらしいですよ。悪魔売買のルートを潰す情報源としても期待できますしね。まあ一見落着って感じですけど、茶番に巻き込まれた俺たちとしては複雑ですね。まあそう言うな。あ、ガクトさん、ライブはいいんですか？ああ、今恒例の説教タイムだ。今日はいつになく熾烈なので少し抜けてきた。それにお前たちには改めて礼を言いたくてな。今回の件は助かった、ありがとう。改まってやだな、大したことしてないですよ。クレイトンも感謝してる。俺はな、クレイトンがあんな風に目を輝かせているのを初めて見た。おたともなのに？いくらおたともでも俺たちがいたのは戦場だ。本当の意味で笑えるような場所じゃないさ。俺は今兵隊辞めてよかったとつくづく思ってるよ。あとお前たちと出会ったこともな。今日はやけに潮らしいですね。そういう日もあんだよ。へえ、ライブ中に雑談とか、そんなに私のライブつまらない？シオニャン、めっそうもない。なんだっけ、ミートボール、ミートバルーンです。だったらもっと集中して全力で応援して。もちろんであります。さあ、あんたは地球上で最も劣った生き物よ。泣いたり笑ったりできなくしてあげようか。光栄であります。さあ、ゴズメは任せてもらおう。俺はプロだぜ。マジで。